朝5時、東京です。すごく綺麗ですね。東京は東京で朝はすごく綺麗ですね。おはようございます。今からちょっと仕事します。みんな、うちの子たちが寝てる間に、子供たちがですね。おはようございます。朝6時。市ヶ谷、これから、なんだっけ、青年経営塾ですね。今日すごくいい月が出てましたね、朝ですけど。あれね、すごくいい月です。自転車寒いですね。あ、朝会です。朝会です。何なのこれ。アクション、そう。で、これは今もっと新しいの出てるんですけど、ちっちゃいやつ。でもね、これがね、充電が持つんですよ。給電しながらやるから、結構多分エベレストとか行くとき、こう給電しながらずっと撮り続けるという。給電？電池を充電しながら。そう。すぐ切れちゃう。そう。携帯じゃダメなの？携帯じゃダメですけどね、全然ない。ありがとうございます。 iPhone とかですぐ映るじゃん。いや、映るんですよ、映るんですけど、この方がやっぱね、あと角度が、画角がね、広いんで。今さ、スキー場行ってもみんなこれヘルメットについてんだよね。そう、これか、俺こんなの初めて見た。これか GoPro か、初めて。どっち、そう、どっちか。 GoPro なんか言って棒じゃん。まあ棒もね、そうです。おはようございます。新宿事務所です。本日の一本、これも前一回紹介したんですけどね、ジェレミー・スコットとのコラボです。この肌色が一番レアなんですよ。これすごくないですかね。サングラス、こんなのして歩いてたらすごいやつですよね。雑誌としては最高にお気に入りです。ジェレミー・スコット、本日の一本、いいですね。さあ、パタゴニアアウトレット、目白。だいぶ渋いとこね。これクライミングスキーの店、まあ、本来あるのに今日火曜日なんでお休みですね。はい、ダメだ。